まあ、ソフトバンクも、まあ、本田がちゃんとした形で戻ってきてこないとなかなか上っていうのはね、はい、見えてこないと思うんですけどもね、はい。まあ、ここのところはこのように途中守備からというシーンが多くなっている本田です。さあ代打矢野健二が送られました。今年代打での成績は4割、同点、さらには逆転に向けて突破口を開きたいジャイアンツです。一段と矢野健二の応援歌が大きくなりました東京ドーム。この後は1番に帰りまして坂本、松本、そしてクリーンアップ亀井と上位打線につながっていきますジャイアンツ。まずは水野さん、ジャイアンツとしては一人塁に出ることですね。もちろんそうですね。まあ一発っていうよりもやっぱりつないでいってチャンスを広げていくってことの方が相手によりプレッシャーかけていけますからね。はい、ツーボールツーストライクになります。じっと腕組み、今日は大きく打順を入れ替えてきました原辰徳監督です。1番に坂本を起用、3番に亀井、5番に長野を持ってきました。緩い当たり、さあこれは競争になる、松田、矢野の足が勝った、矢野健二塁に出ました、笑顔でガッツポーズ。さあそしてダイソーの藤村が送られます。同点のランナー、ツーストライクと追い込まれてからボテボテの当たりではありましたが矢野全力疾走、内野安打でワンアウトランナー一塁、ダイソーの藤村です。まあ、こうやって1点ビハインドでやる